アニマルチャンネルです。今日はなんとなんと、ルアンゲートと、今ライジンで活躍している奥田圭介が来ました。はい、来ました。どうも。めちゃくちゃ久しぶりやな。久しぶりやね。いや、こうやって二人で喋るのがマジ久しぶりすぎて、だって本格仲直りは先月ぐらいですか。そうだね。でもマジであれはいろいろあった。うん。そう。でも、まあ、大半し、なんていうの、嫉妬嫉妬。でも嫉妬か女、どっちか。嫉妬か女。でもどっちもある。マジで。うん。どっちもある。金がなくてよかった。確かに金はない。そう、金はない。最近どう、やっぱり K-1 でいい感じで。いや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 、やっぱモテる。え、モテる。いや、モテねえよ。嘘ばっかり。うまい。だって俺も K-1 出たいなと思ったもん。とりあえず、じゃあなんでこの俺たちの空白のこの、あ、そうだね、1年ぐらいあったかと。あ、そうだね。じゃあまずそこだね。じゃあ本当に何なん、一年ぐらい、俺たち会ってなかった。俺はもうね、こいつは関わらねえなって思ってた。俺もマジで思ってた。そう。で、だから、この空白の一年は、まずは何です、何？俺の、なんだっけ、その時の付き合った女の子。ああ、そうそうそう。歌舞伎町のバーで、飲み行って、出会った女の子。某、あの子と。あの子ね。あいつと。そうそうそう。それで、飲みに行ってたら、で、その女の子に出会ったんだよね。そう、出会った。でもめっちゃ可愛かったよね。うん、可愛かった。その日の晩だよ、事件が起こったのは。その日から、コーチとの喧嘩に、こう、ひびがこう入ってて、俺見えるもん、今目に。すんごいぞ、これ、見えるか。見える。見えねえ。その時から、コーチとのこう亀裂がもう入ってたかもしれない。まあ確かに、それまで喧嘩もしたこともなければ。いや、あるよ。一回あるよ。電話で、お前、俺のことムカついとらんやろ。俺のこと一発殴れよ。俺もお前のこと一発殴るから、それでチャラだって言われて。いや、あんなやつに殴られたら、ひとたまりでもないとか言え。いや、俺そんなこと言ったって言ったよ。で、だから、こっち怒らせたらやべえなって俺思ってたから。いやいやいや。で、その日の晩、はい、飲みに行きました。はい。で、どうですか？飲み行って、で、その子で出会った、ね。こう、ケイスケも俺のこともね、二人とも応援してくれるって女の子がいて、別に話しちゃう。そしたらなんかこの男は勝手に俺になんか俺の女だ。いや、いい感じ話したら話したって。だってさ、それはもうちゃんと付き合ってたからそうなるでしょ。そうで、そう気がついたら付き合ってたの、付き合った時だよ。でもなんかその子はさ、うん、普通にこうなんか女の子がっていう雰囲気になった時とかすぐ来てくれるコンパニオンみたいな。友達コンパニオン。友達コンこれ走ってる友達コンパニオンですよ。でもだからそう、そしたらなんかある日突然付き合ってて、もうなんか自分のもうあの女やめえろよ。やったらやっちゃついてるの俺に見せつけ。だから、どこでそれ、どこで。え、だからそのバーで。え、もう一回それ。2回目会った時。2回目会った時はもうそうだったね。いや、絶対ない。2回目いや、もう俺ダブルパンチで来たから。いや、それは俺もうすごい、俺の中ではもう100点中98点ぐらいだもん。子だったから。すげえじゃん。いやいやいや、傷ってるよこいつ。いやいや、全く傷ってない。だその来日出た後にご飯行こうとやったら俺断ったもん。かっこいいじゃん。でもまあ、派手な揉め方して別れたから、まあもう結構訳ありっちゃ訳ありだったね、うん、あの感じは。でもすごくね、よかった、うん、やば、すごくよかった。で、あれがダブルパンチだったんだよ俺は。あれは会いたがてやった時だったの。そうだね、会いたがてよ、俺も覚えてる。会いたがてやった時だから、ちょうど1年前ぐらいで。そうで、俺弁慶と見てたの試合前、うん、あ、そうだね、すごい。いや、その時まではすごい。試合前も福岡で初めてルイとやった時もさ、すごいこう弁慶の人でこっち頑張れよみたいな言ってくれてて、で、会いたがた時も言ってくれてて、それも、もう音信不通、奥田圭介。なんでかっていうと、試合で勝ちました。で、コージ、俺ら見て、マジすげえよあいつってなって、一人でこう、俺は撤収してたわけ。ああ、コージすげえな、すげえとこまで相手行っちゃったなと思って、俺なんかちょっと、めちゃくちゃ悔しくなってきてさ、それに試合も負けちゃって、
で、なんか、まだできる、まだできると思って、うんうんうん、その瞬間で、その女から、コージ勝ったよみたいな連絡が来て、知っとるなとか思いながら、コージも一応おめでとうと送ったら、夜中ぐらいだったんだよ、あれ。今帰ってきたみたいな。多分連絡返ってきて、でそっから、うん、はぁ、マジか、とか思って、夜中に俺の連絡来たのがいいじゃん、いい方じゃん。で、彼女が、そのなんか、コージがかっこいいねって言うの、うわ、あれ、うぜ、と思って。何やあいつと思って。俺マジで。てか、99割女。99% 女。そいつがなんか、あれじゃあ、とどめだったね、あれ。一応、一回、友達普通。でも実際本当にお互い忙しくなったのもあるし、特に去年とか、その、俺が今、ライジンに出たいなと思った理由が、アニマル浩二が同い年で、あんな大舞台で勝ってる。勝ってる状態で、俺まだまだ30歳できるし、みんな俺の同級生まだまだバチバチやってんのに、俺何やってんだろうと思って。もちろん、まあ、プロレスが俺は本業だけど、でも俺はやっぱりね、強いプロレスラーを目指してこうやってきた以上、でも2018年、ガンリュージも優勝した時に、もう異種格闘技一回やらないと思った、もうこのまま優勝したままでいたら俺は逃げられるし、勝ったままの状態で終われると思ったけど、その気持ちをやっぱりひっくり返したアニマルコージはアニマルパワーだなと思いましたね。で、俺はそのなんでこいつが俺に対して嫌なやつになったのかを全く理解できなくて、嫌なやつやん、そう、嫌なやつやん、そんなのさ、不可抗力って俺じゃないじゃん。でもなんか嫌なやつなんだよなと思ったら、やっぱ女だった。やっぱあいつが、あの女が一番悪い。すごい、それまでさ、1ヶ月に1回が絶対遊んでたのに、そうだね、1年間もずっと遊ばないし、ただに共通の友達と遊ぶときに一緒にいるから会うみたいな感じになっちゃってたから、うん、まあ、僕はでも、あれがあったから、そうだね、こそ、来週上がって勝負したいなって思ったし、まあ、あとは女の子にモテたい。でもなんか素直だよね、圭介は。いや、俺素直よ、俺素直よ。でもなんか、駆け引きとか一切しないよ。うん、今までしたことない。駆け引き、じゃあさ、高校生の頃さ、彼女からさ、メール来てさ、うん、すぐに返すのやめようとか思ってた。いや、思ってるけどすぐ返す。返したい時は返す。え、でも送る時は送る、うん、時は送る。ほら、駆け引きしてるもん。いや、駆け引きしてるかも。でもさ、結局さ、うん、自分の土俵じゃないところに戦うのっていうのはさ、うん、結構怖いのもあるんじゃないの、どうなの。いや、あるで、いや怖いのはあるけど、うん、でもやっぱりそれで勝ってさ、ギャルに持ってたらもうそれで漫才でしょ。ギャルに持ってたらもうそれで漫才でしょ。俺の価値観ってやっぱりギャルに持てるか持てないか、うん、だって俺は思ってるし、格闘技やってるのは俺イケメンへのジェラシーでやってるから、うん、すげえじゃん。いやマジで。でもさ、俺でも騙すね、ちゃんとした人になったんでしょなってる。俺が見た感じはね。どんな感じ。え、なんか時が取れた。だって六本木でさ、もうマジであれはやばい、本当に意味わかんねえんだ。俺マジでこいつしてるのかと思って、マジで。なんでだよ。で俺もわーってやって、最終的に俺マウント取られて殴られそうになった時に、ちょっと待って話し合おうって俺言ったもん。あまりにもヤバすぎて、何がやみたいな。でも俺はもうめはマジで危ないと思ったから、身の危険を感じた、あの時は。いやいやいや、本当に。でもなんかね、たまに自分で感じちゃうんだよね。あ、キシガイだなってなるなって。あ、俺思うよ。だからキシガイだよ、めっちゃ綺麗な時とか、うん、あ、なんかあーって終われよ。喋れないよね。ビーストしてるじゃん。そう、だからさ、試合の時にあーとか言うのとか何の抵抗もない。あー、ないね、ないね。自然だよね。でもケイスケはいつもこういう顔してない。やってるし、いつもやっぱり。だけど裸でいることに関してが俺全然違和感ない。家だと絶対フリチンか、パンツ一枚で歩いてるし。お母さんとかお父さんとかいないの。え、いるいるいる。パンツ履きなさいとか実家帰ったら言われるけど、うん、うん、っつって、もうそのまま俺ラ族でこう家を更新してるからとか言って。え、ダメとこシータ、ダメとこシータ、はい。
じゃあ1回パブルキル、1回パブルキル、うん。